カウテレビがお届けします社長室101。今回は佐賀県佐賀市に来ています。今日は150年近い歴史を持つ企業さんをお尋ねしています。社名を株式会社長池さんとおっしゃいまして、印刷用紙やオフィス用品、そして家具などを取り扱う商社さんでいらっしゃいます。従業員さん160名ほどいらっしゃるんですけれども、そのほぼ9割近くが新卒採用されているという、人に大変力を入れたり大切にされている企業さんです。今日はその5代目社長を務めていらっしゃる長池明弘社長に、会社の強みや社員育成の考え方などを伺いたいと思います。それではご紹介いたします。長池社長です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。会社の概要から伺いたいんですけれども、主な商材としては印刷用の印刷用紙、それと文房具、それと室家具、応援機器、園芸資材などを販売をしておる卸売用の会社です。創業は何年ぐらいで、そのお客さん先っていうのはどれくらいのエリアでやっていらっしゃるんでしょうか？創業は明治7年で、今年で146年目を迎えています。で、お客様の、販売エリアなんですけど、基本的には九州一円と、一部ですね、岡山、中四国、それと、東京営業支社の方からは、全国、青森ぐらいまでですね、全体的なフォローをさせていただいております。全体の取引先の数っていうのはどのくらい今、今はですね、もう2000社以上になっていますね。もうどんどん今も毎年やっぱり増えてきてますので、非常に多くのお客様にお世話になっています。そのシェアでいうと、例えば全国とか九州とか佐賀とか、どのくらいのこうシェアを持っていらっしゃるんですか？そうですね、ちょっと九州とか全国になるとちょっと、分からないんですけど、佐賀県ではどの分野でも弊社の方が一番、シェアをいただいているのかなと思います。どの分野でもというのは、紙印刷用紙ですとか、文房具、それと室家具ですね。シェアナンバーワンを取れる秘訣っていうのは何だとお考えですか？そうですね、弊社の方の一番の、強みというのは、やはり空間のご提供というところが、一番の強みだというふうに思っています。例えば、オフィス家具においては、弊社の方には設計の部隊がおりますので、図面を引いてですね、お客様にオフィスのレイアウトを作ったり、お客様のご要望をお聞きしてヒアリングしてですね、課題を解決する、使いやすいオフィスをご提供すると、ご提案するということが非常に我々にとって強みになっています。それと、文房具に関してはですね、量販店様向けに文房具の卸を行っておるんですが、そのレイアウトをですね、文房具の棚割り、これを作ってお客様にご提案をして、お客様の売り場作りのお手伝いをさせていただいております。お客様の課題ですね、例えば売上の売れる売り場を作りたいですか、ですとか、例えば価格帯をこれぐらいの価格帯の商品を売りたいと、そういうご要望をお聞きして、お客様にニーズに合った売り場作りをご提案させていただいています。そういった形で、お客様に合わせた空間をご提案するというところが弊社の方では一番の強み、営業力になっているのかなというふうに思っています。単純にこうメーカーさんからの商品を届けるのではなくて、プラス売れる売り場作りをプロデュースとか、そのオフィスのレイアウトをプロデュースというような、そうですね、頭を使うお仕事なんですね。そうですね、もう物だけの商売ではなかなかですね、やっぱり付加価値というところはつけれないと思ってますので、やっぱり一番大切なのは使うお客様、販売をさらに販売していただくお客様のことを考えた売り場作り、そして使いやすいオフィスを作るというところが我々の課題になっています。付加価値を、商品に付加価値をつけると。そうですね、